まあ本当にこう、ゴミクズがね、結構おりますのでね。まあそのゴミクズと戦い続けて20年。そのね、集大成というわけじゃないんですね。集大成というわけじゃないけれども、まあこういう形でね、最後戦わなきゃいけないっていうのでね。まあ本当にこう、20年やってきてこれかいっていう感じですけれどもね。まあただね、言っとくけれども、必ずこの後日本そのものが衰退していくのはもう明らかなんですよ。日本人そのものが多分後悔するときは必ず来ますのでね。まあ東京都知事選ですけどね、今回は。その都民のね、動き見てりゃよくわかりますけれども、我々がね、小池百合子を引きずり下ろして、その上に行くんだってなったときに、若い人たち以外に票をくれる人がいないんですよ。いや、だからこそね、それを乗り越えて勝つためには、どうしても若い人たちに、こう、訴えかけなきゃいけないんですよ。まあ、この間からお願いしてる通りね、若い人たちをね、こう、政治に目を向けさせるためにもね、こう、ショート動画とか、桜井がやってきたところでね、印象深かったところ、自分自身の感覚でいいから、あ、ここはね、その通りだなと、誰が聞いてもこれはね、桜井の言ってることの方が正しいと思うところがあるんだったら、10秒でも20秒でも30秒でもいいから、その動画を切り抜いてどんどん上げろって言ってるんですよ。と、まあ、この間からね、お願いはしてるんですけども、なかなかね、こう、みんなやってくれないっていうのでね、いや、本当にね、君たちカチャカチャ隊なんだから、やれやっちゅうんですけれどもね。カチャカチャ隊のね、今こそ本領発揮でしょうに。で、それでね、その SNS 全部埋め尽くしちゃえばいいんですよ。え？フリー素材なの？いや、だからね、桜井が映ってるものに関しては、桜井は別に肖像権の侵害だとか言うつもりはないから、遠慮なく使ってくれと。ただしね、パヨクとかね、アンチはお断りっていうですね。ニコバーレってご存知でしょ？そのニコバーレに出た後ね、急にね、マイク突きつけられましてね、TBS ですと、一言お願いしますって聞かれたんですね。桜井さんは都知事になったら、一番最初に何やりますかって聞くんです。これ、テレビ朝日も同じだったんですね。ですから私、答えさせていただきました。一番最初に都知事になってやることは、外国人への性加増を止めることですよ。これもすぐにやります。この都知事選、もうメディアが狂ったように3人ばっかり報道するでしょ。なぜです？21人もの立候補者がいて、その21人を平等にね、一人一人を平等に取り上げるならともかく、なぜ3人を狂ったようにね、報道するのか。桜井がいるからなんですよ。彼らにしてみたらね、はっきり言いますけど、私が当選したら困るんですよ。パチンコを叩き潰せ、朝鮮学校を作りません、韓国学校を中止にします、で外国人の生活保護を止めます。こんなことをね、平然と車上の上から皆さんに訴える候補、桜井以外にいないんです。一番最初に都知事になってやることは、外国人への性加増を止めることですよ。そしてその財源を確保した上で、国費留学制度、これは明らかに間違いです。奨学金、日本人は返さなきゃいけない。でも朝鮮から国費留学として、ちなみに言っときますけれども、国費留学制度のあるですね、制度あるのはこの日本だけなんですよ。他の国ではありえません。この国費留学制度で日本にやってきた朝鮮人たちは、学費はもちろん生活費、これまでね、支給される。こんなバカな話があるかよって話なんですよね。だから私はね、国費留学制度に代わり、都内に通う学生に奨学金、日本人ですよこれ、日本人に限定して奨学金を支給しますと。じゃあその奨学金の財源はどこにあるんですか。先ほど言った通りです。外国人への生活保護を止める、民団総連への課税をする、そして財源を確保すればいくらでもできるんですよ。しかしこれをね、言う人いないんですね。